オプス -24 は三菱電機製の三次元レーダー。世界初の艦載用アクティブフェーズドアレイレーダーであり、海上自衛隊の汎用護衛艦において、対空捜索レーダーとして搭載される。なお、本機を含めた海上自衛隊の電子機器の型番は、アメリカ軍の軍用電子機器の命名規則におおむね、基づいているが、一文字目の未米軍式では S が付けられるべきところを、 お船ないし、関西用をもじった、王とされている。本機の場合は、水上艦艇搭載のレーダー、探知用、距離包位測定用、捜索用ということになる。防衛上技術研究本部第一研究所、第四部レーダー研究室、客中1では、三菱電機、客中2と、共同で1967年より、アクティブ素子の研究を進めており、昭和43年度には、 予算も認可され昭和46年度には初の実験機である電子操作アクティブ空中戦装置が試作された。また当時は空中早期警戒機の国産化に向けて S バンドの機上操作レーダーの開発が検討されていたことから昭和47年度から48年度にかけてトラバットダイオード発信機を採用して周波数帯を S バンドに移した。 新方式レーダーの研究施策が行われた。1974年この試作装置を第一研究所の屋上に設置し、東京国際空港を発着する航空機を目標とした探知実験が行われ、連続的な探知、追尾に成功した。これは日本国内は元より世界的に見ても初の成果であった。昭和50から51年度にかけて、 新方式レーダーが順次に研究試作された。そして、昭和54年度からは、航空自衛隊のレーダーサイトで運用されていた、JFPS-1 の後継となる3次元レーダーに、関して、東芝、日本電機、客中産、三菱電機の参加、協力のもと、技術研究本部によって、部内研究が始まった。昭和58年度から昭和61年度にかけて、 開発が行われ、1983年11月には、試作機の製作会社が三菱電機に決定した。これによって製作された XJ-FBS-3 は1987年7月より、航空実験断電子実験体において実用試験に入った。実用機である J-FBS-3 は平成3年度、 日本初のアクティブフェーズドアレーレーダーとして正式化された。一方、海上自衛隊では、反用護衛艦向けの対空レーダーとして、オプス -14 を採用していたが、信頼性や艦隊行動時の性能には問題がなかったものの、単独行動時の対空警戒性能としては不安が残るものであった。JFPS-3 の情報を得た、海上幕僚幹部は、 技術的可能性と開発リスクや予算を考慮して、同期をもとにすれば、DDO3 次元レーダーとして実現可能性が高いという結論に達した。これに応じて、J-FPS-3 の主製作者である、三菱電機が、海上自衛隊向けの艦載、ASA として開発したのが本機である。上記の経緯により J-FPS-3 をもとに、小型、軽量化し、 また関西装備としての各種振動対策及び、レーダービームの同様修正策を施した、プロトタイプとして開発されたのが、オプス -24 であり、朝切り型後期型に搭載された。アンテナは垂直より25度傾斜しており、通常護衛艦のマストチューブに設置される。高度方向の操作は、プログラム制御による電子スキャン式で、水平以下から、ほぼ天頂近くまで振ること 一方水平方向の操作は、機械回転式で、回転数は10から20回転、分となっている。使用周波数はオプシ、OPS-14 と同じく L バンド、最大探知距離は 200km 以上、対処目標数は50から60個程度と見られている。しかしながら搭載直後より、アンテナの近距離サイドローブの抑制不十分による探知性能低下及び、 目標精度不良などの問題が多発し、傭兵者からの評価は、惨憺たるものとなった。これは、JFPS-3 が、目標の遠距離探知と戦闘機の完成に主眼を置いた、捜索レーダーであったのに対し、本機は、より強力な対空警戒能力を備えた、ヘリコプター搭載護衛艦及びミス。このことから、メ型及び高波型ではほぼ心臓に近い。 レベルの抜本的な改良を施した B 型が搭載され、またすでに搭載されたものについてもその成果がバックフィットされた。これによって何とか艦隊での使用に耐える性能には達したものの、これらの改善処置も完全なものではなかったとされている。有明における装備容量昭は62年度の組織改編で第2研究所に移管された。また第2研究所は、 平成18年度の組織改編で、電子装備研究所に改称した三菱電機車は、空時の3次元レーダーである JFPS-1、開時の2次元対空創作レーダーである OPS-11 の主製作者であった日本電機車は、パッシブフェーズドアレーレーダーである、空時用の JFPS-2、開時用の OPS-12 の主製作者であった。ありがとうございます。